小の城、または、壇城は、富山県都並市小川町小にあった、日本の城。小城とも書く。壇城跡として、都並市指定史跡。都山城角カードナンバー40。小川右岸に向かってせり出した、団の山と呼ばれる、大地上にあった山城。規模は、東西約100メートル、南北約90メートル。大地全体が上域となっている。 爪城としては、南東 1.5km の距離に、越中国、千代が様城があり、城主は平時には、小の城を館とし、戦時は、お熱帯の道を通って、千代が様城を使用したものと考えられている。また、出城として、越中国寺家深夜指揮官がある。詳しい追記年代は不明。南北朝期に、足利一門の有力者、桃井正常が寄って、 トナ軍一帯に、コシ中国一条寺城、加賀国商根城、コシ中国井ノ口城、コシ中国の地理城などの市上網を築き支配したという。また、鎌倉期から戦国期にわたり、トナ軍で勢力を誇った石黒氏の分家が、壇上に寄っていたという。石黒氏が築いた後に、桃井忠経が入ってその後に再び、石黒氏が入ったのか、または、 桃井忠常が気づいて、後に、石黒氏が入ったのかは判然としない。自家常が居城とした城の一つに、越中国松草城があるが、親桃井派であった椎名氏の居城としてそれ以前もそれ以降も使用されていることから、石黒氏の支援を受けて在城していたとも推測できる。近年の調査で炭化物が見つかり幾度か火災に、遭っていることが判明しており、 そのことから章の城の後輩のほどが伺える。章の城が笹成政に攻められ、落ち延びる途中で城が燃えているのを見た神保朝食の奥方が教師し、後に随流寺の観雲禅寺と地元民により石碑が建てられた。この石碑はお神様塚と呼ばれ、都並市ふるさと文化財に登録されている。西側は温泉施設により削られている。 それ以外もほぼ田畑になっており、あまり面影はないが、壇上跡として1987年3月30日に、市の指定史跡となり、案内板が建てられている。また、と山城閣カードのナンバー40に選ばれている。ありがとうございます。